ナツシさん、カニーナ、エヴァ、お前も少し言葉を選ばんか。ごめんなさい。お父様の容態が気になって仕方なかったもので。そうですか。それは気づきませんでした。南條先生、聞かせてやってください。父親の寿命を気遣う娘の麗しい家族愛じゃないですか。来年までお元気かという質問ですが、医者の私としてはとても難しい。この症候状態がまだしばらくは続くようにも思いますし、何らかの発作が来ればその時にはどうしようもないかもしれません。何しろ六軒島は孤島です。すぐに救急車が飛んでこれるわけではありません。本来ならば本土の叱るべき大病院に入院していただきたいところなのですが、親父殿は高尚な研究を中断されたくないと仰せだ。去年無理に連れ出そうとしたのが仇になったらしい。外へ出れば病院に閉じ込められてしまうのではないかとひどくお疑いになられていてな。すっかりこのざまなのだよ。南條先生の診察は受けておられるの？親父殿は南條先生には心を許しておられる。機嫌が良ければ診察も受けられるようだがね。容態を見はするが、薬を進めようとも入院を進めようとも聞き入れてくれ。本当に見るだけですがな。お医者嫌いの方もおるもんや。しかし困ったもんだの。つまりおさらいすると、相変わらず余命は3ヶ月禁止のまま、あとどれだけ長らえるか見当もつかねえってことだ。ルドルフさん、言葉を少し慎まれてはいかがですか？ああ、すまんね。昔からこういう口の聞き方なんだ。勘弁してくれ。南條先生のご意見は分かりました。クラウス兄さんから見てどうなの？実を言うと、南條先生とは異なる意見でね。とても余命3ヶ月の重病人とは思えないというのが本心だ。怒鳴り声は相変わらず健在で、いつぶん殴られるかとヒヤヒヤしっぱなしだよ。長男にだけ親父の世話を押し付けるのは実にフェアではないね。来世では俺より後に生まれろよ。さて話を戻そうぜ。そんなわけで、公正中立なお医者の先生の見解じゃ、いつお隠れになっちまってもおかしくない状態だ。兄貴には悪いが、ここは専門家の意見を採用させてもらうぜ。となりゃ、決して親父の財産を話し合うことは時期尚早ではないってことさ。お父様の個人資産はおそらく数百億にも届くでしょうね。でもそれは綺麗な現金で揃ってるわけじゃないわ。お誕生会のケーキみたいに綺麗にナイフが入ってカットできるほど単純じゃないでしょ。姉貴の例えは面白いな。そうさ、ケーキの上にはイチゴやらチョコの家やらが乗ってて、綺麗に等分するのが難しいことだってあるだろ。それを加味してどういう風にナイフを入れるのか先に相談しておくのは大切なことだと思うぜ。それを当主様が存命のうちからさも他界なされたかのように声高に議論される皆さんの気が知れません。あら、必要な話よ。だって遺産相続はその時点で直ちに行われなきゃならないものよ。ましてや栄光ある後宮家の財産は莫大。事前に入念な相談が必要なことはお分かりでしょうが、当家の資産はあなたのご実家とは大違いなんだから。失礼な、私の実家は関係ありません。予算かえば、夏日さん、カニな、口が悪いのは許したってな。これ以上はお邪魔なようですが、失礼させていただきましょう。
つまりお前たちの言い分はこうか。親父殿の余命は短い。遺産分配について早急かつ具体的な協議に入りたい。何を焦っているのか。確かにお前たちの言う通り、後宮家の財産を算定し分配するのは簡単なことではないだろう。なるほど。じっくりと算定すべきじゃないのか。お前たちは今晩のうちにも刑期を切り分けたいと焦っているように見える。そうだろう、ローザ。何を焦ることがあるのかね。焦ってるわけじゃない。でも兄弟の間での取り決めは必要。それはいつでもいいことだけれども、お父様の具合が悪くなっていて、その日が近づいているというなら、先に話だけしておいても、それは請求とは言わないと思うし。ほう、それはお前の本心かね。兄弟で一番素直で綺麗な心を持っていたお前がそんなことを言い出すとは思えんね。そこの二人に吹き込まれたんじゃないのかね。よせよ兄貴、ローザだって兄弟だぜ。親父の遺産に公平な権利がある。関心を持つのは当然じゃねえか。親父だっていつかは必ず死ぬし、それは遠い未来の話でもない。むしろ兄貴が悠長すぎるくらいさ。まるで遺産分配から話をそらしたくて仕方がないように見えるぜ。それはどういう意味ですか。主人にやましいところがあるとおっしゃいたいのですか。まあ夏日さん、話は聞いておくなあれ。兄さん、今は大変強気だそうじゃない。そうよね。去年以降、空前の好景気で円は上がる一方、ドルが100円に至るのだって夢物語じゃなさそうよ。それに与党は来年頃に保養地整備法を成立させようっていうじゃない。今や日本中のリゾート開発会社がどれだけ軍資金を集められるかって奔走してるところよ。詳しいじゃないか。これから日本には空前の好景気が訪れる。親父殿が後宮家を再興した時と同じくらいの大規模な需要拡大の時代がね。日本国民は死に物狂いで働き、高度経済成長を実現して世界で一番豊かな国民となり、我が世の春を謳歌するようになった。国民の消費は増大し、それを回収できる施設があぶく銭を手にする時代になったのだよ。今や国民のニーズは三種の電化製品ではない。スキー場、ゴルフ場、総合プール、リゾートホテルにテーマパーク。数年前に開業したデルゼニーランドには行ったかね。素晴らしい遊園地じゃないか。あそこでは大人も童心に帰り、家族で楽しむことができるんだ。かつて家族を顧みずに滅私奉公することだけが美徳だった時代はもはや終わろうとしている。我々は世界で一番豊かな国民として、ようやくそれを享受できるようになったのだ。クラウス兄さんの読みは大したもんや。わしも数年前に聞いた時はそんなアホなと思ったわ。でもな、G5 のプラザ合意聞いてから変わったんや。円はみるみる強くなり、地価はこれから天井知らずに上がるやろ。日本が世界経済の中心になる日も遠くはない。兄さんは時代を見る目のあるお人や。それだけは間違いないで。秀吉兄さんに同じだ。兄貴は10年越しで時代を読めてるよ。その嗅覚は親父譲りだろうな。大したもんだぜ。だが親父と違って、ちょいと見通しのタイミングを読み違っちまったところはあるよね。兄さんは必ず日本が好景気を迎えると信じて、あちこちにリゾート計画を起こし、そのほとんどで失敗し続けたわ。兄さんの読み通りの時代は確かに訪れつつあるけど、その時期を読むことには失敗したわね。早すぎたのよ。そして焦って生産して、結局は傷口を広げたわ。本当に嗅覚が当てになって好景気が訪れることを読めていたなら生産するわけない。これって兄さんが自分で自分の才能を信じてない証拠じゃないの。失礼な、主人を侮辱するつもりですか。
よさないか、夏日。昔からこういう言い方しかできない奴だ。少し落ち着きなさい。また頭痛に触る。兄さんに才能がない証拠は、私たちのすぐ近くにもあるわよ。だって兄さん、この島をリゾート化するって張り切ってたじゃない？素敵なリゾートホテルも建てて、庭園も綺麗に整備して、私は素人だから分かりかねるけど、相当のお金を使ったんでしょ？だから何だというのですか？主人の事業はあなたとは関係ありません！いや、そいつは違うぜ、夏日さん。六軒島は兄貴のものじゃない。親父のものだ。もちろん建てたホテルは兄貴のものだぜ。なんなら、俺たちは今夜の宿泊料を払ってやってもいいさ。な、ローザ。それは、まあ、持ち合わせで足りるなら。リゾート化できればこの島の資産価値は上がる。支出がかさんだことは事実だが、未来に大きな収穫を期待できる。そうなれば、結果的にお前たちにとっても有益なはずじゃないか。それはわかるわよ。この島の価値が上がれば、それを遺産分配するときの私たちの取り分も増えるもの。もちろん島や屋敷を4分の1ずつ切り取れとは言わないわ。それを算定したお金で解決してくれればいいだけの話よ。そこまでわかっているなら、私の事業に何の不満があるのだ。不満じゃねえさ、不安なのさ。第一兄貴、あのホテルいつになったら開業するんだ？このままじゃ俺たちの手垢だらけになっちまうぜ。そうよ、大切な商売道具でしょ。確かに開業するまでずっと鍵をかけておくわけにもいかないわよね。少しは使って風通しを良くしないと建物は傷んじゃうもの。でも私たちが年に一度泊まるだけのゲストハウスって言うんじゃ、ちょっと豪勢すぎやしないかしら。ねえ、ローザ。そうね、あんなに素敵なら、オープンしたらさぞや人気が出るでしょうね。ああ、あなたが前に言ってたホテルって、ゲストハウスのことだったのね。立派なもんだろ？ローザの言う通り、オープンできたら人気が出るだろうよ。さんのいつもの事業と同じよ。着目や企画はご立派。そしていつも途中で立ち行かなくなって、何も回収できずに終わる。この島をただ住むだけにしか使わないのはもったいないって、兄貴の着眼は立派さ。そしてリゾート化して、マリンスポーツやらフィッシングやらハネムーンやらを誘致して盛り上げようってのは、なかなかいい絵だったと思うぜ。俺だって長男だったなら、この島を何かに有効利用できないかと頭をひねったに違いないさ。でももう出来上がってから2年も経つのよ。2年経って未だに開業の目処はつかないの？任せてる管理会社はどこ？失敬な。それは主人の手落ちではありません。主人の仕事を受けよう会社間でトラブルが生じているだけで、うちはあくまでも被害者です。しかしな、クラウス兄さんが任せてる例のとこ、あまりええ噂は聞かんで。はっきり言ってあげなさいよ。不払い横領トラブルで計画が空中分解しちゃったって話、私たちの耳に届かないとでも思ってる？裏も取れてるんだから。何の裏だか存じませんが、事実無根です。観光業への新規参入には方々への根回しが必要になります。相手が信用に足りるかを測ることも大事です。それに手間取っているだけに過ぎません。ホテルの完成が早すぎて勇み足になったことは認めよう。だが維持費がかかってるわけじゃない。やがて大きな意味を持つ布石だ。嘘つけよ。生産したくても売れないだけだろ。観光ルートの確立してない何もない離島にやたら豪華なホテルなんて買い手がつくわけもねえさ。それに事業に集めた融資はどうなってんだよ。維持費はかからんでも回線借金は膨らむ一方や。すまんが、
クラウス兄さん、この島の開発計画の話、ちょいと調べさせてもろたんや。正直こっちもええ話は聞かへんのや。秀吉さん、確かに今の財政状況だけを見たらそういう印象を持たれるかもしれない。だが、これは先行投資なのだよ。その読みを誤り、これまでに多くの負債を生んでしまったことは認めざるを得ない。だが、ようやく時代が私に追いついた。これまでに失った分はすぐに取り戻せる。いや、それどころか、これまでの投資だってやがては私の元に戻ってくる。そう、例えるなら、放った稚魚が鮭となり、肥えて帰ってくるようにね。それは認めるで。これから、リゾート業界は空前の好景気を迎えるやろ。これまでの負債を埋められるほどかはわからんが。だがな、クラウス兄さん。これまで散々負け続けた兄さんが、どこから軍資金を調達したって言うんや。それも半端ない軍資金や。あれだけの穴を埋められる軍資金やで。秀吉さんは、何をおっしゃいたいのですか？ああ、夏希さん。ほんま怒らんといてえな。わしらも調べたんや。これまで負け戦続きのクラウス兄さんに、最近の強気な莫大投資を支えられるほどの融資を誰ができたんか調べたんや。結果いねえんだよ、そんな後ろ盾は。弱り目と逆に張るのがマネールーレットの鉄則だ。兄貴はこの界隈じゃちょいと知られた弱り目さ。確かに時代は好景気を迎えようとしているが、これまでの兄貴の失敗等を天秤にかけて、その上で融資に値すると思う連中がいるのかって言ったら、誰もいなかったのさ。ならねえ、そのお金をどこから調達したのってことになるのよ。ほう、興味深い話じゃないか。それで？あなた、このような暴言をいつまで放置されるつもりですか？座れよ、夏日さん。単刀直入に言おう。兄貴は親父の個人資産を自分の事業に流用してる。これはほぼ間違いねえ。これが俺たちの誤解だってんなら、どうかぜひそれを解いてもらいたいもんさ。ルドルフ、流用なんてもんじゃないわよ。これは横領よ。刑事告発できる立派な犯罪なんだから。無礼極まりない。仮にも後ろ宮本家跡継ぎの後ろ宮クラウスに向かって、信じられない暴言です。暴言じゃないわよ、図星でしょ。なんとか事業を成功させてこれまでの損失を埋めたいんだけど、その穴は広がっていく一方、博打の穴をさらに大きく張った博打で埋めたいだけよ。その軍資金がすぐ近くにあったなら手をつけるのは道理。はっきり言うわ、兄さんがしているのは横領よ。お父様に対する裏切りよ。しかるべき決着がついた後には司法に委ねることになるでしょうね。そんなやか